つかさ、つかさ、常念つかさ、経済評論家、常念つかさ、お前どうしちゃったんだよ。虎ノ門ニュース、オープニング、一平ちゃんがお知らせ読んでるとき、いつも発症して、ケントさんから水もらって、人間に戻ってたよな。俺、あれ見てから、DHC の海洋深層水2箱注文して毎日飲んでんだよ。これ飲めば大丈夫だ。つかさも飲んでんだって思えばこそ毎日欠かさず飲んでたんだよ。ちなみに7月7日までお得なキャンペーンやってるぞ。それがなんだよ。あの騒動からぴったりやれなくなったよな。お前にとってゾンビってさ、それだけのものだったのかよ。いや、わかるよ。今あれやると例の新型なんてらと混同して苦情が来る、クレームの嵐、そこに配慮して忖度してゾンビネタを封印している。それはわかるよ。気持ちはわかる。でもさ、新型なんてらと T ウイルスは全く別物だろ。 T ウイルスはアンブレラ社が作って噛まれることによって感染発症するけど、新型なんてらはわわわわわわが作ってして、飛沫感染するんだろ？感染リスクや感染の過程が全然違うんだよ。これを一緒くたにして、ゾンビネタを封印するってことは、新規感染者が複数いる東京都と、一人の感染者も出してない県を同一に自粛させてるのと、これ同じことじゃないか。おかしいだろ？あのさ、人間ってのは、自分が批判してるものに、無意識に近づいていってしまうところあるんだよな。仮面ライダーでもさ、敵を倒してるうちに、敵に同化してくるだろ？あれと同じだよ。俺さ、司がね、福岡天神でゾンビの姿で現れた時さ、心の底から泣いたんだよ。あ、何万年も前から存在したゾンビが、今ここにいるんだって、心底感動したよ。次来る時は必ず斧を持ってこようって、心に誓ったんだよ。おはよう、テラちゃんでもさ、毎回毎回、なんとかの一つ覚えみたいにさ、どこ噛まれただ、そこ斧でなんてらだって、とっくに飽きられてるゾンビネタをさ、寺様さんに振って、困らせたじゃないか。ちょっと、一時キビキビ散歩に寄り道してたけど、すぐやめちゃったよな。何度も何度も、同じネタを繰り返す、あのガッツ、ファイト、たとえ飽きられてでも、くじけない、諦めない気持ち、そんな司が好きだったんだよ。あの司はどこに行ったんだよ。初心思い出してくれよ。そのためにはな、やっぱ体を動かさなきゃな。ちゃんとしたトレーナーについてもらって、痛くない格闘技、ミット打ち、やっていこうぜ。6月1日から営業再開したよな。俺もジムに戻るから、俺と一緒にファイトフィット頑張って、昔の自分取り戻そうぜ。お前ならできるって信じてるよ。あ、それから付け加えだけどさ、つかささ、レッドショルダーのテーマとか、エクソシストのテーマとか、よくネタのついでにちょくちょく口ずさんでくれたよな。でもさ、あの名作ジョージ・A・ロメロのゾンビのテーマ、一回もやってないよな、確か。あの曲こそさ、原点にして頂点俺やってもらいたいんだよ。あの曲さ、変拍子で難しいんだけど、司だったらできるって信じてんぞ。そしてゾンビ魂を思い出した時に、再びショッピングモールに明るい歌声が響くんだよ。明るい日本経済復活はショッピングモールから。ゾンビに襲われたらショッピングモールに立てこもる。これが基本だろ。一緒に日本経済、立て直していこうぜ。ご視聴ありがとうございました。